なんか途中で黄色い線も入ってしまいまして、小沢さん結構間違っちゃったね今ね、間違っちゃったね、そこで間違っちゃったかみたいな、分かんなくなっちゃいました、分かりましたね、いや非常に緊張しちゃってありがとうございます。じゃあどんどんいっちゃいますね。次はちょっと古いフォークソングなんですけど、なんだっけ、西岡隆史だっけ、5つの赤い風船、遠い世界に、ページ数80ページになります。よろしいでしょうか、準備の方は。ちょっと待ってくださいね。はい、ね、これも古い曲ですよね。私たちが あったありました。いいですか。じゃあまた次回喋ろう。はい。じゃあ遠い世代ですね。5つの赤い線かな。じゃあ行ってみたいと思います。じゃあご紹介よろしくお願いします。どうですか、テンポは遅めの方がいいですか。なんだと思って。
どうもありがとうございます。どうしたの？あ、来ちゃった。出てきた。